皆さんこんにちは、花城ココアです。一週間ぶりの撮影、ココチューブ。はい、ということで今日はね、さっきも言った通りですね、一週間ぶりの撮影になってしまいました。なんでかっていうとね、こないだディズニーに2日間連続で行ったらすごい疲れちゃったらしくて、夜ね口を開けて寝てたんですよ。そしたら朝起きたらもうね、枕がよだれまみれ。そしたらもうね、喉がね痛くて痛くてしょうがなくって、しばらくね喋れなかったんですよ。ちょっと撮影を1週間お休みさせていただいておりました。熱とかはね全然なくて、本当に喉だけっていう感じだったんですけど、今もねちょっとねまだ喉は変なんですけど、もう元気だったので早速撮影をしたいと思います。喉痛い時ってね、本当に喉痛いから、ご飯を食べる時も喉痛いし、水を飲んでも喉が痛いんですよ。やっとね喉の調子も回復したので、大好きなハンバーガーを食べ放題したいと思います。それでは早速ハンバーガーを注文していきたいと思います。ココチューブ。はい、届きました。まずはこちら、モスバーガーです。モスバーガーと照り焼きバーガーを頼みました。お茶も頼みました。それではいただきます。あー、お茶を飲んでも喉が痛くないなんて最高。ではまずモスバーガーをいただきたいと思います。ミートソースがたっぷり乗ってて美味しそうです。モスバーガー、パンももちっとしてて、お肉より先にトマトの甘みを感じられる。もうフレッシュって感じ。玉ねぎもねザクザク入ってるから本当美味しい。最高。トマトの輪切りもそのまま入ってるんですよ。美味しい。フレッシュのトマトがあるからジューシーですよね。あー、喉が痛くないで食べられるって幸せ。結構厚みがあってボリューミーに感じるけど、トマトって感じだからサクッと食べられちゃう。下に滴ったソースを最後に食べるのがね醍醐味。あっという間に完食。じゃあ次は照り焼きをいただきます。照り焼きバーガーを初めて出したのがモスバーガーなんですよね。だから元祖照り焼きバーガーです。照り焼きバーガーはね、レタスがたっぷり入ってる。これまたヘルシー。さっきもトマトだったからもうサラダみたいなもんだし、今回もレタスだからもうサラダみたいなもんだね。では。レタスたっぷりシャキシャキよー。照り焼きのね、甘じょっぱい感じとね、たっぷりと乗ったマヨネーズがたまらない。美味しい。天地返し。チェーン店のハンバーガー屋さんでこんなにレタスが入ってるのってなかなかないですよね。美味しい。なんだこの美味しいのは。モスの照り焼きは甘みが結構強めで、でもレタスとマヨネーズがあるから全然もうね、軽やかに食べられちゃうんですよ。レタスもね、シャキシャキはしてるんだけど、変に硬くなくて、ふわっとしてシャキッとしてるんですよ。だから軽やかで美味しい。照り焼きバーガーも完食でーす。モスバーガーはね、野菜がたっぷり入ってたから、前菜にぴったりなハンバーガーでした。では、次も頼んでいきましょう。ココチューブ。はい、届きました。ロッテリアの絶品チーズバーガーとエビバーガーでーす。どっちも大好きな商品です。ロッテリアに行ったら必ずと言っていいほど、この2個のどっちかを注文します。じゃあエビからいただこう。バンズの大きさはね、モスバーガーよりもね、大きいような気がします。じゃん！エビカツとキャベツの千切り、そしてタルタルソースが乗ってます。じゃあもう匂いも最高。いただきます。バンズが柔らかくて、エビカツがサクッとしてて美味しい。エビをね、ゴロッと感じられます。そして上にかかってるタルタルソースが本当に合う。美味しい。バランス最強。タンが柔らかくて、エビカツがザクッとしてるから、見た目ホワッとしてて、すごい一見ホワホワした女子に見えるんだけど、芯はガッツリと強いぞっていうね、そういう女の味がします。あと具とかが出てこないからすごい食べやすい。上に乗ってるキャベツの千切りはそんなに存在感はないんだけど、タルタルソースと一体化しててすごいね、美味しいです。見た目からしてね、エビがいるのがわかるぐらいエビがゴロゴロ入ってます。おいしい。
エビバーガーも完食です。わー、美味しかった。続いては絶品チーズバーガーをいただきます。じゃーん。もうね、チーズがね、接着剤代わりになってるんじゃないかって思うぐらい、上のバンズと下のバンズがくっついちゃってます。でもね、中にチーズがたっぷりあるのがちょっとね、はみ出て見えます。美味しそう。今ね、噛む前からね、胡椒の香りをすごい感じて、噛めば噛むほどさらに胡椒の香りがします。もうね、後味がすっごい胡椒、なんか鼻に胡椒の香りが抜けるのもすごい美味しい大人の味。チーズもたっぷり入ってるんだけど、それよりもお肉のジューシーさが半端ない。パテがね、すごい分厚くて美味しいの。1センチぐらいの幅があります。すごいね、肉を感じる、肉肉しいわ。最初噛んだ瞬間ペッパーの香りを感じて、その後お肉のジューシーさ、後からチーズがふわっと香ったかと思ったら、最後にまたペッパーが来るっていう感じです。これね、大人が好きな味ですね。子供が食べるより大人が食べた方が絶対に美味しく感じられると思う、大人の味。肉のね、ジューシーさで気づかなかったけど、パンがほのかに甘めにできてます。だからペッパーでちょっとピリッとはくるんだけど、パンが甘いからすごい柔らかくまとまっている感じです。おいしい。絶品チーズバーガーも完食です。ロッテリアって店舗数が少ないから食べる機会があんまりないんですけど、久しぶりに食べたらやっぱり美味しかったです。今ね、4つハンバーガー食べたんですけど、まだね、食べられそうなので頼んでいきたいと思います。ここチューブ。はい、届きました。頼んだのはバーガーキングです。ワッパーとアイスコーヒーです。バーガーキングといえばワッパーっていうことで、一番定番なワッパーを頼みました。というのも、バーガーキングって私今まで 3,4 回ぐらいしか食べたことがなくて、さらにもう 3,4 年で食べてないんですよ。なので定番のワッパーにしてみました。さっきのね、アイスティーなくなっちゃったんで、アイスコーヒーも注文しました。カフェインって美味しい。ではワッパー開けます。もうね、今日頼んだハンバーガーの中で一番重いんですよ。もう大きさも全然違う。包みもさ、厳重に包まれてるんですよね。じゃーん、ワッパーでーす。と言っても中が見えない。定番のパテとレタスが入ってる感じです。でね、パテがね、見るからに肉肉しいの。なんか普通ハンバーガーに入ってるパテって結構平べったいイメージがあるんだけど、すごいね、ゴツゴツしてる。そしてこの大きさよ、私の顔と同じぐらいじゃない？私の顔の方が全然でかいわ。でもかなり大きいハンバーガーです。ではいただきます。これはね、ファストフードのレベルじゃない。もう完全にグルメバーガーっていう感じ。一口食べただけでお肉の味がすごいします。お肉が主役っていう感じ。玉ねぎもソースに入ってるんじゃなくて、玉ねぎのスライスになってるからすごいシャキシャキしててね、フレッシュな感じ。レタスとトマトも入ってるから、余計にね、それが豪華さが増してグルメバーガーになってるっていう感じです。あとね、ピクルスも入ってる。すごいアクセントになって美味しい。やっぱね、このね、バンズにね、ごまがついてるのってね、なんか香ばしくて美味しいですよね。好きです。もちろんね、お値段は可愛くないんですけど、マクドナルドの2倍ぐらいの大きさはあります。ずっしり。お肉が濃厚な分、お野菜でさっぱりしてるからすごい美味しいです。バーガーキングってこんなに美味しかったっけ？久しぶりに食べたらすごい美味しい。なんかね、私の中でハンバーガーってご飯って感じがしなくて、おやつって感じなんだけど、このね、ワッパーはね、ご飯として認められるぐらいしっかりしてます。やっぱトマトが入ってるの美味しくていいな。こんなにたくさん具材が入ってるのに、ちゃんとね、素材の味を活かしてるんですよ。ソースとかも全然濃くなくて、ほぼマヨネーズの味っていう感じで、今日のハンバーガーの中で一番好きかもしれない。
とね、もう2個ぐらい食べたいところなんですけど、今日はこの辺にしとこうかなと思います。ココチューブ3店舗ともどれも美味しかったです。ごちそうさまでした。ココチューブということで、今日はウーバーイーツでハンバーガーを食べ放題してみました。どれもね、個性的で美味しかったです。特にね、私ワッパーが感動してしまった。もう久しぶりに食べたっていうのもあったんですけど、わあ、こんな美味しかったかという感じです。この機会にね、バーガーキングの他の種類のハンバーガーも食べてみたいなと思いました。ぜひ皆さんもハンバーガー食べ放題してみてください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバーイ。ご主人さんはママの子供に甘い、中途半端な私はダメ。正直5個だとまだ足りないね。